滋賀県酒田郡の山中、呉ヶ旗部落は鬱蒼たる樹海に沈んだまま深い静けさに包まれています。平安朝の昔、都を追われた惟高親王の一族が住み着いたといわれるこの部落は、生活難から村を捨てる人が続き、今では全くの無人部落。野鳥の声のほかは不気味な静寂があるばかりです。古き皇太子の悲劇に準じた千年という歳月の果て、ただ一人最後まで立ち退きを拒んだ80歳のお凛さんは、養老院に入れられて間もなく行方不明になりました。ここにはお凛婆さんの孤独な執念が生きているのでしょうか。部落を捨て平地に移った人々は、炭を焼くささやかな明け暮れの中にも、一日とて呉ヶ旗のことを忘れることはありません。農繁期を終えた部落の衆が久しぶりで山へ帰ってきました。父祖代々の家は朽ちても、氏神だけは守ってゆく村人たちの心情だが、千年の由緒を誇る無人部落も最近電鉄会社の買収が決まり、やがて近代的なスキー場として生まれ変わるということです。